宇治市立小倉小学校は、京都府宇治市小倉町にある公立小学校。1872年の学生発布に伴い、翌1873年10月15日、小倉小学校として、旧ヨ土藩の陣屋を改造して開校した。1886年には、小倉尋常小学校へと改称し、1909年には、これまで、 複数の村合同で大久保村に設置されていた高等化を発展的分離して小倉神城小学校に併設することで小倉神城高等小学校へ解消した。1934年9月には近畿地方で甚大な被害をもたらした室戸台風により小倉神城高等小学校の行動が反壊した。2年後の1936年に 新しい行動と校舎が竣行した。1941年には国民学校令により小倉国民学校へ改消し、その年に勃発した太平洋戦争により戦時職が強くなっていった。戦後占領したアメリカ軍により学生改革が行われ、1947年4月、小倉国民学校は6年生の小倉村立小倉小学校へ改消された。 1949年9月には理科室と行動を除き消失したため、翌1950年に校舎が新築された。1951年3月には昭和の大合併により小倉村が合併して宇治市が誕生し、宇治市立小倉小学校へ改称した。その後1961年9月に発生した井・2室戸台風では校舎が損壊する被害が発生した。 人口急増期の昭和40年代には、校舎の増改築が重ねて行われ、小倉小学校から、宇治市立西小倉小学校、宇治市立新名小学校、宇治市立伊勢田小学校を分離し、校区も変更して、現在に至る。小倉小学校卒業後は、原則下記の2校に分かれて進学する。AB 宇治市立小倉小学校、遠隔史。 2013年7月1日閲覧、ありがとうございます。